岸真君。立憲民主・社民の岸真紀子です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。地方税法、地方交付税法の質疑の入る前に、総務省の接待問題、外資規制違反についてお伺いいたします。総務省幹部の接待問題に、菅総理のご子息が関与していることから、多くの方が総務省に残念ながら不信を抱いています。 参議院予算委員会で接待問題をめぐる中で、小西議員の指摘によって、放送関連会社、東北新社が受けていた衛星放送事業の認定が、実は外資規制違反であったということが明らかとなりました。外資規制違反は、東北新社にとっては認定の取り消しになるかどうか。 東北新社以外の他の企業にとってみれば、ある意味認定のチャンスがあったかもしれないという、さまざまなところに利害や損害といった大きな影響を及ぼすものです。総務省は、この認定事業、認定という強い権限を有していますが、その強い権限を実行するときに、何が必要と考えているか、まあ、最初にお伺いいたします。 衛星機関放送の業務の認定につきましては、審査基準について広く意見募集を行って、あ審査基準を広く意見募集を行って定め、公募に際しては、申請希望者に対し説明会を実施し、審査に当たりましては、放送法第93条および、 審査基準に沿って行い、また審査の結果の公正性、客観性を担保する観点から、外部有識者からなる電波管理審議会でご審議いただき、その答申に基づいて行っております、このように法令により、透明性、公平性を持った形で実施することが重要であると考えております岸真紀子君。 あの今、ご答弁いただいたように、やっぱり公,平公正性とか客観性とか、まあ、法令に基づいて、透明、えー、やっぱり公正っていうのが一番重要だと思います。で特にその職務に関連した行為として、職権乱用だとか、収賄だとかにこう類似する行為には、細、ま、心、あの注意がやっぱり必要だと私は考えます。まあ、この適正公平を担保するために 外資のチェックが重要になっていたと考えられますが、まあ、総務省の独自ルートでのこの有価証券のチェックというものはしていなかったということなのか、また、なぜしてこなかったとすれば、なぜチェックをしてこなかったのか、教えてください吉田局長。お答えいたします。 衛星機関放送事業者の認定にかかる外資規制の審査は、申請する者が申請書の結核自由の有無について申告し、総務省において、申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。2017年1月の東北新社のザ・シネマ 4K の業務に係る認定時におきましても、このような方法により確認したものでございます。 本件は東北新社の申請におけるミスもございましたが認定当時のプロセスにおいて総務省側の審査も十分でなくこうした事態が生じたことを重く受け止めており再発防止に取り組んでまいりたいと存じます岸間彦君ありがとうございますあの一つ一つの体制にやっぱり問題があったと言わざるを得ません東北新社と総務省で外資規制違反の報告を受けたのか 受けていないのかで、まあ、現在もそごが出ている状況です。まあ、これも記憶でしか残っていないからではないでしょうか。え通常、公務職場では、人の記憶ではやっぱりこの曖昧になりますし、覚えてるとか覚えてないとかになりますし、まあ、証拠にもならないのでえ、記録をきちんと取るものだと私は考えます。え公文書管理法第4条には 文書の作成が義務付けられていますしかし、こういう問題が生じているということは、そのそごがあるという問題が生じているということは、総務省として公文書の作成という作業は、個人の判断に委ねられていたということなのでしょうか、本当にその挨拶だけとかっていうのであれば、軽微なものに入って面談記録っていうのは必要のないことなのかもしれませんが、公平とか公正とか、 特にこの取り消しにも関わるような大事なものでした。でこういったものの場合に、適正な業務を遂行するためには、やっぱりこの面談記録をきちんと作成して、文書を残すことが重要です。個人の判断ではなく、組織として文書管理に関する意思統一が図られていたのかどうか、お伺いいたします原大臣官房長、お答えいたします。 行政文書の管理については、公文書管理法や行政文書の管理に関するガイドラインに基づき定めた総務省行政文書管理規則等に基づき適正に行われるべきものと承知しております。具体的には、公文書管理法のもと総務省行政文書管理規則において、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程及び総務省の事務事業の実績を合理的に後付け、 または検証することができるよう処理にかかる事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならずまた省内部の打ち合わせや外部のものとの接触等を含め業務に係る政策立案や事務事業の実施方針等に影響を及ぼす打ち合わせ等の記録については文書を作成するものとするとされておりましてそれぞれの部局においてこれらに沿って 対応すすべきもものと考えております今後も関係法令を遵守し適切な運用を行う必要があると考えてお、りますなおあの今の東北新社の外資規制をめぐる聞いた、聞いてないとの問題につきましては、あの私ども立ち上げました第三者による検証委員会、ここで行政が歪められているかどうかという観点から、その点についても十分ご審議がいただけるものではないかというふうに存じております。 島木君。あのやっぱりその。みんながきちんと記録を残すっていうふうにしていかなきゃいけない、と考えます。あの武田大臣、これ決してあの職員だけの問題ではないと思えるんです。えー、ここ最近、あの総務省のみならず。他の省庁も含めて、まあ、政府は公文書の管理が曖昧になりすぎているのではないかと。疑わしいところが残念ながらあるんですね。で、えー、根源をたどっていけば。 残念ながら政権のおごりなのではないかなと感じるところがあります。コロナ対策に向かっていかなければならない中、信頼、信用というのがとても大事になってきます。疑わしくないというのであれば、まあ、積極的に調査、報告をお願いできますか。大臣、お願いします高田総務大臣あの。公文書の管理については、今後とも公文書管理法や総務省行政文書管理規則等を遵守し、 適切な運用は図ってまた、外資規制の違反については、東北新社の申請におけるミスがしたる原因であるとはいえ、総務省側の審査も十分でなかった、これはもう我々も考えておりまして、こうした事態を二度と起こさないよう、審査体制の強化についても検討してまいりたいと思っております。さ、ま、ら、あ、なる再発防止策についても必要性を含めて検討の上 コンプライアンスを徹底的に確保し、信頼回復に努めてまいりたいと考えます。紀子君、はい。じゃあ,あの、このことは以上にして、次にあの災害特別交付税についてお伺いいたします。あの16日開催のこの総務委員会においても議論がされていましたが、今年大変この大雪に伴う特別交付税が必要になっていた年でした。 3月19日に閣議決定がされて、今年度の特別交付税3月分の配分が決まりまして、22日に各自治体へ交付が決定となりました、金額についても、昨年12月から北海道、東北、北陸地方など、大雪による被害を受けた地域にもご配慮いただきまして、特別交付税で措置される除排設経費が、 過去最大の680億円としていただいたことにこの場を借りまして感謝を申し上げますただですねあの雪がここ最近やっぱり気候変動があるのかわからないんですが4月以降ももしかしたら降るかもしれないという事態が あります時々ですが、えまたあの雪が溶けていかなければ分からない被害というのも多くありましてえ、3月になったらもう大丈夫でしょうと思ったら、実はあの3月、4月に入っても集中的に雪が降るということもまにですが、ありますえ。そういった災害害はは農業被ととかは別なな支援となるんですが 4月に入ってからも除排せが必要な場合も考えられたときに、えー、必要な経費は各自治体に寄り添って、引き続き支援,を支援をお願いできますか、そのことを確認したいと思います内藤自治財政局長。お答えを申し上げます。えー地,方団えー、地方団体の除排せ経費につきましては、普通交付税の算定において標準的な省額を措置いたしまして、実際の省額がその措置額を超える場合には、 特別交付税にによりりさら対応すすることといたしております先ほどお話もございましたように、今年度の特別交付税22日3月分を交付させていただきましたけれども、各地で平年を大きく上回る大雪に見舞われたこと,ところでございまして、除排雪経費の実態を丁寧に把握した結果、算定額は過去最大の680億円となったところでございますで。お話の本年4月以降に除排雪経費が生じる場合でございますけれども、 その経費を含めまして、令和3年度において措置をすることといたしておりまして、今後とも地方団体の財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております岸眞紀子君、はいあの。引き続きよろしくお願いいたしますえ次に、東日本大震災以降、毎年のように大きな災害が起きています。 総務省はこれまでこの被災自治体へ中長期の応援職員派遣の協力をお願いしてきました被災自治体では深刻な人手不足もありまして助かっているという声を聞きます一方でこの応援職員他の自治体から来てもらった職員に頼らざるを得ない事態というのがま状態化をしていますまあ、いわば自分の町の職員ではなくて 他の町から応援に来ている職員がいなければ仕事が成り立たないというようなことが状態化しているということです東日本大震災から10年経ちました被災自治体の課題としてこの応援職員が年々減少しているという問題があります引き上げた後の行政執行体制の確保を心配している声が多くなってきていますえ特に福島県については 帰還困難区域の問題などがありまして、なかなか帰還できずに、住民の方が帰還できずに、他の自治体に避難を続けているという事例も多くあります。自治体の職員は災害復旧とか、避難先の避難者の支援など、引き続き必要な業務がたくさんあります。応援職員の白煙が少なくなっている中で、行政執行体制や災害対応に必要な体制を確保すべきと,ところですが、 こういった問題を総務省としてどう考えているか、お伺いいたします。山越公務員部長。お答えいたします。総務省では、東日本大震災など、大規模災害の被災団体に対しまして、地方3団体と連携をした中長期の応援職員の派遣制度により、全国的な派遣調整を行っております。また、 被災団体が地方支障に基づき、中長期の職派遣職員を受け入れる場合や、復旧・復興業務への対応のための職員採用を行った場合に、その必要な経費について、財政措置を行わせていただいております。 最近では東日本大震災等の被災自治体における復旧・復興事業の進捗等によりまして、被災自治体が全国的な派遣調整を要望する数は減少している、きているものの、依然として人員確保が必要な状況であるというふうに承知をしております。 このため、昨年10月にも総務大臣から全国の都道府県知事および市区町村長に対し、書簡を発出いたしまして、中長期の応援,派遣応援職員の派遣について、格別のご協力を改めて依頼をさせていただきました、また、被災市町村で働く意欲のある、地方公共団体の OB 等の情報を被災市町村にも提供をいたしております。 引き続き全国の地方公共団体に対しまして、応援職員の派遣について積極的に働きかけを行うなど、被災自治体において必要な人材確保ができるよう、継続して取り組んでまいります。島彦君ありがとうございます。あの。 本当にあの被災した自治体では、職員の数がもともと小泉竹中構造改革のときに削減をしたり、市町村合併で職員の削減をしてきたということもあって、相当こう人手不足というか、人員不足があったところに災害が起きているという問題があります。本当でであれば自自立とといいう意味ですかねあの自治体としてて行政を保っていくためにも 自分たちの自治体での職員を採用することが一番大事なんですが、あの本当に災害を受けたときには、他の応援職員に頼らざるをえないというような実態があって、本当に悩ましいところで、今もなお考えて、 困難にに向き合っているところにあります、まあ、引き続き、先ほども財政措置、採用したら財政措置すると言っていただきましたが、必要な職員が確保できるように、交付税の確保など、お願いしたいと思います。 それと、2020年の7月に九州豪雨災害の自治体でも同様のことが懸念されていました、応援職員によって成り立ってはいるんですが、いつまでもその外部からの人材に頼らざるを得ない状況ではいけないんじゃないかということを言っていました、でこの九州においては、2020年の災害じゃなくて、毎年のように災害があるので、 過去にも災害があったところが、まだその職員が長らくずっと長時間労働が続いているんですが、こういった自治体で、メンタルヘルス不調を訴える職員が増えているという実態がありますで。そこでお伺いしたいのは、災害時のこの自治体職員のメンタルヘルス対策への支援というのをお伺いいたします。どうなっているでしょうか山越部長 お答えいたします大規模災害などで被災した地方公共団体におきましては、災害対応業務に従事する職員が十分な休養を取得できないといった状況が続くことなどによりまして、心身の負担が過度になり、メンタルヘルス不調をきたすことが懸念されるところでございます。そのため総務省とししてては被災地方公共団体に対して 各共済組合が実施する傾向相談事業や、地方公務員安全衛生推進協会が行います、メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業などにつきまして、積極的に活用し、健康確保に努めていただくよう助言をしているところでございます。また、本年3月に、地方公務員災害保障基金におきまして、 地方公共団体が取るべき災害時における職員へのメンタルヘルス対策につきまして、新たにそのマニュアルを作成したところでございまして、これを各地方公共団体に対しても周知を図っているところでございます。今後ともこれらの事業やマニュアル,マニュアルを積極的に活用し、職員の健康確保に努めていただくよう助言するなど、支援を行ってままいります岸牧子君。 ありがとうございますあの引き続き対策の方をお願いいたします。先にこの災害時における地方公務員のメンタルヘルスマニュアル、対策マニュアルいただいて、大変良いものだと思いました。あのホームページに見たら、まだアップされてないみたいなので、できる限り多くの方に知っていただいて、多くの自治体に知っていただいて、こういったものを活用していただくように、えー、努めていただきたいと思います。 大臣の所信でも触れておりましたが河川の春節工事を望む自治体は多いです今回防災重点農業用ため池等について緊急春節推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充していただきましたあの希望する自治体が全て春節できるようにしていただきたいですえみんなが順番待ちでは困るのと春節は定期的にあの。 川底にすぐこう土が溜まってしまったりするので定期的に行うことが重要ですえ継続的な財政措置が必要なんですがそういったご検討いただけますでしょうかご答弁お願いいたします内藤局長お答え申し上げます近年災害が激甚化頻発化いたしまして大規模な河川氾濫などが相次ぐ中火山などにおける堆積土砂の撤去は喫緊の課題となっておりますこのため 関係省庁と連携いたしまして、地方団体が緊急に実施する必要がある危険箇所を解消するための春節事業につきまして、調査をしたところ、必要な事業費は約5000億円と見込まれたところでございますで。これに緊急的に対応いたしますため、緊急春節推進事業費を創設いたしまして、令和2年度から6年度までの5年間、 地方債を特例的に発行できることとし、その管理償還金の70%を交付税で措置することとしたところでございまして、事業費として5年間で必要な事業費約5000億円を見込んだところでございます。またあのお話もございましたが、近年の豪雨災害におきまして、農業用ため池などの決壊によりまして、大きな被害が発生したことを踏まえ、危険箇所解消のために必要なため池などの春節の事業料を農水省と 連携して調査をいたしましたところ、400億円が見込まれたところでございますので、令和3年度より春節の対象施設に防災重点農業ため池などを追加するよう、現在ご審議いただいている法案に盛り込ませていただいたところでございます。この農業用ため池等の追加でございますとか、令和2年度の実績を踏まえて、令和3年度地方財政計画の計上額は、前年度比200億円増の1100億円としたところでございます。まずは 国土交通省や農林水産省と連携し、地方団体が本事業の活用により、令和6年度までに緊急性の高い箇所の春節を完了することができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。で、その上で、本事業の期間終了後の在り方につきましては、地方団体の取り組む状況などを踏まえて、判断してまいりたいと考えております。島彦君 何回も言いますが継続的にやらないと1回やれば終わりではないので、えー、あの総的になったら検討いただけるということですがあのぜひとも積極的に継続財政支援をお願いいたしますえ次に災害時の賠償問題について現場の職員が恐れている事故があるのでここで質問させていただきますえ水害の場合小さな川から大きな川へ ポンプアップで流すっていうことがあるんですが、まあ、排水基準でポンプ稼働をするかどうかというタイミングの問題です。ポンプアップしなければ内水氾濫が起きてしまうし、ポンプアップしてしまったら外水氾濫、大きな河川が氾濫してしまって、もっと被害が拡大するかもしれないっていう本当に難しいタイミングが、あの現場のこの職員に求められているんです。実際にポンプアップしなかったが故に内水氾濫が起こってしまって。 住宅に浸水がして被害が及ば及んだという住民の方が、何で職員に対して、なぜポンプアップしなかったのかということを訴えてくることがありますで。機場の職員が個人賠償請求をされるおせるがあって、まあ実際に自治体で住民から賠償請求されている事例もあります。今のところ当該自治体が職員個人に、 賠償請求されても、個人に対して賠償させるという事例はありませんが、こういったリスクを避けるためにも、国家賠償法の見直しが私は必要と考えますが、いかがでしょうか法務省大臣官房、竹内政策立案総括審議官。えお答えい 委員ご指摘のとおりあの、そのような事例の場合には、国家賠償法の適用が問題になるかと思われますで。国家賠償法の一条一項でございますが、公務員がその職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと規定をしております。そしてて判例ででございまますが国国家賠償法に基づく責任を負うのは国またはた公共団体であって 公務員個人ははそのの責任を負うものではないとしておりまたがいまして、地方公共団体の職員が職務を行う中で、他人に損害を与えてしまって、地方公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うという場合でありましても、当該職員個人は損害,賠償を,損害を賠償する責任を負わないと考えられます岸真紀子君。 あのやっぱり機上で,です、ね、そのポンプアップの職員が、実際に住民に、お前、訴えてやるぞっていうふうに言われてしまっている事例が発生したりして、本当であれば、判例は判例でいいことなんあの,その求めないというのは、あの勝ち取っていってるものでいいとは思うんですが、やっぱり根本的には法律を改正しないといつまでたっても、ちょっと職員が不安だという問題が残っているということです。 河川の氾濫で流木がさらに被害を広げることがあります。先ほどもあの森林環境譲与税についてお話が出ていましたが、この流木問題であったり、土砂災害には地産や森林を守るということが重要になってきます。森林環境譲与税が創設されたことは評価しているんですが、一方で、まだまだこう配分の問題が残っています。どうしても 人口の多い都市部への配分が多くて地方への実際に森を管理する地方への配分が少ないという問題が残っていますこういったことは速やかに解消すべきではないかと考えますがいかがでしょうか稲岡立税務局長お答えを申し上げます 森林環境譲与税の重要基準でございますが人口3割と設定いたしましたのは森林整備を進めるためには都市部での木材利用を促進することにより木材の需要を高める必要があることそれから都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税の理解が必要であることなどを、まあ、総合的に勘案したものでございます森林環境譲与税の重要基準の見直しにつきましてはこれまでの衆参両院の 総務委員会の付帯決議にもございますとおり、各庁団体の森林整備の取り組みや施策の実施状況を見極めて検討してまいりたいと、このように考えておりま岸真子君あの。付帯決議もあるとおりですね、やっぱり一日でも早くこう森林管理をする、実際に地方に配分が多くなるように重ねてお願いいたします。ここからはふるさと納税について質問をいたします。 3月15日のあふるさつ納税に関してなんですが前段にちょっと違うテーマをお話し,します3月15日の参議院予算委員会で福山議員の質問に菅総理が答弁の中でこんなことをおっしゃっていました私は官僚をやめさせると言いましたけど私は政策によって違う方移動させているわけです終わったらまた戻して 出世してていいる人もいますすよと言っていたんです昨年の9月にも、民間のテレビ番組で、政策に合わない感情がいた場合には、移動してもらうという発言をされていたようです。これは問題だと私は考えます。例えば、自治体におけるある市の市長が選挙で当選しているからといって、誤った方向へ向かいそうな制度とか政策に、行政のプロである市役所の職員が、 従っていたのでは公平性とか重大なミスを導いてしまうかもしれません。議会も含めて決まった制度や政策に意を反するから仕事をしてないっていうのだったら別な理由での人事異動になるかもしれませんが、えー、まずあの自分に意見をされたから移動させる政策に意見したから移動させるっていうのはあってはならないと思います。であの確認しておきたいんですが、武田大臣は自分の意に反する意見を言われても。 えー、だからといって、不当に移動させるようなことはございませんよね <laughs> 武田総務大臣あの総務省幹部の人事に関しましては、私自身、任命権者として適材配置の人事を行ってまいりたいとこのように考えております岸真紀子君。ちょっとあ,のあまりはっきりとは言っていただけないんですけどイエスしか言わない人を周りに置かなければ、誤ったことにもなりがちになので、むしろあの意見をどんどん出してくれる方を大事にしていただいた方がよろしいかと思います。 でその菅総理が総務大臣だったときに、ふるさと納税という制度を創設しました。ふるさと納税の創設に際して、まあ、当時、問題点を指摘した官僚がいたと報道されています、当時の自治税務局長と言われていますが、まあ、そのとき指摘していた問題点というのは、高所得者を優遇し、自治体の返礼品競争を加熱させる恐れがあるということでした。 ふるさと納税によっての評価は賛否両論ございます。まあ、私はそのときに官僚が指摘したとおりになっているんではないかと考えます。ふるさと納税について、問題点を挙げていきたいと、これから挙げていきますが、まず大臣にお聞きします。あのデメリットの部分、課題について大臣は、どんなことを把握されているでしょうか。武田総務大臣。ふるさと納税につきましては、ご指摘のように、過度な返礼品競争。 などを背景に令和元年6月に指定制度が導入されました返礼品を提供する場合には返礼割合を3割以下かつ地場産品とすることといった基準が法令で定められましたこのルールの下で各地方団体のご協力と納税者の皆様のご理解をいただきながら制度の適正な運用に 取り組んでいくことが重要だと考えております岸前子君総務省のインターネットサイトを見るとふるさと納税に三つの大きな意義があると掲載されていますで、その一番目に掲げているのが納税者が寄付先を選択する制度であり選択するからこそその使われ方を考えるきっかけとなる制度であることで、それは税に対する意識が高まり 納税の大切ささを自分ごとととしてて捉える貴重なな機会になりますと記載されていますす記載れい確かにそういう一面もあるかもしれませんが、残念ながらだけど、私は逆なんじゃないかと感じることがあります。まあ、ふるさと納税の申し込み手続きのき期限というのは12月ですよね、で12月のあるときに、私、公共交通に乗っていたんです。そしたら、社内であのこんな会話が、ふるさと納税の会話が聞こえてきました。 まざっくりと言うと、ふるさと納税やりましたかって話してるんですよ。で、やってないって、もう1人の人が答えたときに、もう1人の人がやってないのは損だよと、ふるさと納税やった方が物が返ってくるし、税金をまあ納めてもその分返ってくるんだから、やらない方がもったいないよっていう会話をしていたんです。私はこの会話を聞いたときに、もともと自治体の職員ですから、地方税というのを大事にしてます。 すごくししましたあ、税金ってこんなふうに払いたくないって思われてるっていうのは感じていましたけど、あのなおかつ、通税感があるんだなっていうのと、合わせてなんでこんなことになってるんだろうと、残念でなりませんでした。えー、で税の意識というのは高まるどころか、商品と思われてるし、納税意識は低下しているのではないかと考えます。 あの武田大臣にお聞きするのは、まあ、大変失礼かとは存じますが、改めて個人住民税に対する基本的な考え方、お伺いできますか武田総務大臣。えー、個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う、地域社会の回避的な性格を有するものであり、地域の住民サービスを支える基幹税としての役割を果たしていると考えております岸真子君。 ありがとうございます。そうなんです。地域の住民を支える基幹税で大事なものなんです。ですがこのふるさと納税は税の本質が損なわれていると感じる部分があります。あの今日配布資料を,を見ていただきたいです。あの配布した資料はですね、地方別のふるさと納税の収支状況、まあ要はふるさと納税で入ってきた金額と ふるさと納税で他の自治体に出ていった流出した金額というものの一覧表となっています、9つ、全国9つのブロックに分けた表になっています。え大都市圏だけではなくって、財政的に苦しい地方の市町村でも、ふるさと納税の受け入れ額よりも、住民が他の市町村へ寄付をしてしまって、本来は入ってくるであろう住民税が入ってこないという損失を受けています。 ふるさと納税によって赤字になっている、まあ、正確には赤字とは言わないかもしれませんが、まあ、収支が入ってきてない市町村があるんです。2019年度、1741団体のうち388団体、1にすると22.3%となっています。2015年度は519団体だったので、団体数としては少なくなりました。しかし、金額を見てほしいんですが、赤字金額というのが大きくなっています。 えー、関東、東海、近畿が一番大きな金額なんですが、まあ、ここは2019年度、1404億700万円、えー、ちなみに2015年度は361億6600万円でしたが、金額がより大きくなって、他の町へ流れてしまっているんです。えー三段 三大都市圏以外の北海道から沖縄までを見ても、2015年度は全部で52億500万円だったのが、2019年度は191億4400万円、全国の計では、2015年度413億7100万円だったのが、2019年度1595億5100万円、ふるさと納税として入ってきて税収が増えている 1353団体にとっては良いのかもしれませんが、減った団体は億円を、億を超える減収となっています。大都市では多額の税金流出が発生し、それまでは提供できていた住民サービスが税収の減少により低下につながっています。まあ、制度の問題点であり、行き過ぎていると考えますが、どう捉えているでしょうか。 稲岡局長あのお答え申し上げますあのふるさと納税制度は、さまざ、あ、まな、あ、意義があろうかと思いますけれども、えーまあ、実質的に個人住民税の一部を、地方団体間で移転させる効果ということがございますので、ちょっとあのこのデータ自体を私ども検証し,たことはしてはおりませんけれども、まあ、こういった、まあ、ある意味ではまあ損得ということがあるというのは、まあ、あの制度が、 あることからまあ当然あり得ることだというふうに受け止めております島前君。でこれあの減収となったところは交付税であの基準財政需要額として、えー、補填しているというふうに思いますがそれでよろしいですか内藤局長お答え申し上げます地方税法の特例措置の規定に基づきますふるさと納税制度による生じる により生じます各地方団体の個人住民税の減収でございますけれどもこれは地方交付税の基準財政収入額の算定において反映をしております具体的にはふるさと納税制度に伴います寄附金の税額控除による個人住民税の減収は個人住民税の収入見込み額から控除することとしておりましてその結果減少分の75%が基準財政収入額に反映されることとなります 岸子君まあ今、お話しいただいたように75、75%なんですよ、補填されているのは、それと、不交付団体については入ってきてないんです、実際に東京都とかはそのまま減収になっている、そんな制度になっています。まあ、あのしかも、交付税で、えー、補填するといっても、最初からこんな複雑な制度にしないで、そもそも普通交付税で、えー、実際に配分すればいいんじゃないかなと考えます。えー、またまた次の質問に入りますが ふるさと納税の受け入れ額と件数は、2014年度から増えてるんですねあの、今日ちょっと表をつけてませんが、まあ、これはふるさと納税の返礼品を、実際に代わって掲載するサイトというのが、あのインターネットサイトというのが出現しまして、まあ、テレビで宣伝することによって、広く国民の皆さんも、あふるさと納税ってあるんだっていうことにつながった、えー、つながりました。で いい面としては、今まで触れる機会がなかった市町村を知ることにつながったという利点はあるんですが、一方で、ネット販売のように商品化されてしまって比較されるようになりました。返礼品競争をあうことにつながってしまったのではないでしょうか。先ほどの質問にもつながりますが、地方財源を市町村間で奪い合う形になっています。インターネットポータルサイト、良い面と悪い面があると思いますが、総務省としてどのように考えていますか。 稲岡局長お答えを申し上げますふるさと納税に係るポータルサイトについてでございますがふ、ふるさと納税に取り組む地方団体に関する情報を容易に見比べられるようにして、ふるさと納税を国民の皆様に浸透させる役割を果たしてきた一方で、地方団体がこうしたポータルサイト上において、それぞれの取り扱う返礼品について、積極的に PR をしたことなどにより、まあ、結果として、 地方団体間の返礼品競争の要因の一つとなった面もあるものと考えておりますまあ、そのため令和元年6月に導入いたしました指定制度においては募集適正基準に適合する地方団体をふさと納税の対象団体として指定することとしその募集適正基準の中で ポータルサイトなどにおいて、適切な寄付先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供を行わないことを規定したところでございます。総務省といたしましては、各ポータルサイト運営事業者において、この指定制度の下で、適切な対応を行ってていいたただきたいと考えております島子君。 本当にこうネットで検索すると、本当、寂しいぐらいですね、このカニとか肉とかが人気になっていて、他のところはなかなか、本,本来のように、ふるさと納税につながっていないんじゃないかという側面があります、それと、こういったポータルサイトではないところの個人の方なんですが、残念ながら競争率というか、ねおるような返礼品率というのをランキングにしている個人の方もいて、こういったこともちょっと問題になっていると感じます。 ふるさと納税は、自治体の担当職員にとっては大変な業務を強いているんです。税の本質や費用対効果を考えてもおかしいと感じながら、業務に働いている方もいらっしゃいます。そもそも居住地課税の原則にそぐわないという点をどうお考えでしょうか、お,お伺いします。稲岡局長お答えを申しし上げまますご指摘のの点につきましては制度創設時の ふるさと納税研究会報告書におきましても、寄付金額のうちどの程度の割合まで税額控除の対象として認めるかについて、負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると指摘されたところでございます。こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計にあたっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、 特例的な控除額は個人住民税所得割の2割を上限といたしているところでございますこれにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので応援規制にも配慮した仕組みとなっていると考えております岸巻子君 その2割というので、まあ、例えばコロナのことで、先日のニュースで見たのは、コロナで地元の業者の方がすごく売り上げが落ちたので、今まで1割だったのを2割に上げたという事例もありました、そういった意味で言うと、まあ、全部が全部が悪いというわけではないんですが、やっぱり見直すところは見直すことが必要だと考えています。なおかつ、さっきも言いましたけど、職員のこ等を考えると、商工、観光とか農林水産の担当の職員だったら別なんですが、 納税担当者がこのふるさと納税に携わっているときがあるんですよ、本来は税金を集める、的確に集める、もしくはその納税者がどうしても払えない、事情に寄り添って対応する部署です、必要によっては生活福祉とかに支援に結びつける大事な部署なんです、でもこれが営業マンのことをやらなきゃいけないっていう、その葛藤も残っています、まあ、本当に問題があると考えます。 えー、それとあの憲法第30条の納税の義務はなぜあるかということにもつながってくると思うんですね。えー、普段は気づきにくいことですが、国や自治体の活動によって、公共の福祉を受けているんです、まあ、コロナにおいても水道とかも大事ですし、道路を直したり、消防とか教育とか、そういった多くのものの資金源となっているのに、住んでいる地域で受けている公共サービスに入れないで、他のところ あのいろんな関係があるのは、すべてがすべて否定はできないですが、やっぱり問題なんじゃないかと、居住地の原則っていうのが必要だと考えます。で次の質問なんですが、大規模災害を受けた被災自治体のところで聞いてきた話なんですが、災害直後に応援の意味で全国からふるさと納税たくさん集まったそうです、でそれはすごい被災地にとって心強くて、一つの支援でありがたかったと伺っています。 ただ返礼品の業者にとっても利益となりましてそこの業者があのなかなか難しい問題なんですがたくさん集まったので返礼品が追いつかなくなって製造が追いつかなくなって工場を増設したっていう問題がありましたしかし次の年残念ながらふる納税の額はガクンと減りました本当に地元の特産品の適正価格であったり えー、地場産業の実治体依存という悪影響を生み出しているのではないかと考えますが、この点についていかがお考えでしょうか。稲岡局長、お答えを申し上げます。えー、まあ地場産業との関係でございますけれども、各地方団体のまあ返礼品の調達に当たりましては、えー、返礼品提供事業者に対し、ふるさと納税制度のまあ趣旨や仕組みを丁寧に説明し、 そのご理解をいいただきなががら行うということととこ重要と考えておりますその上で、ふるさと納税制度が地域資源を活用した地域,経済地域経済の活性化につながっていくことを期待しているところでございます岸真紀子君。ちょっとあんまり答えにはなってない気もするんですが、まあ、次の質問に行きます。 封殺、えー、納税で全国各地で問題が起きているのはご承知かと思いますが、高知県那覇利町で平礼費をめぐる憶測事件が発覚してから1年を迎えることとなりました、えー、全国屈指の寄付を集めて、町の税収3億円だったんです、それまで。3億円だったのが、封殺納税で39億1000万円と、通常の税収の10倍となって、まあ、結果として、 真面目だった職員が寄付額を集め続けることに固執し徐々にお越しな方向へと向かっていきました、えー、間違いを起こすことになってしまったと言わざるを得ません、えー、那覇町は封殺納税制度から除外されることになりましたが返礼品業者は町のために貢献してきたのに整備した工場を引き払うことになったとやるせない思いを抱くことになったと新聞に掲載されていました あのこれは一人の職員のもらうという問題ではないと考えます総務省としてこの事件どう捉えていますか制度の問題ではないでしょうか稲岡局長お答え申し上げます昨年の7月高知県那覇町が法定返礼品基準に違反する返礼品の提供を行っており基準に適合する団体でなくなったことが確認されましたこのため地方税法の規定に基づき 稲張町の指定を取り消すこととしたものでございますがこうした事案が生じたことはま大変残念でございます、えー、私どもといたしましてはこの事案を受け各地方団体に対し指定の申し出にあたっては改めて地場産品基準への適合性を確認することなどを求めたところでございまして今後とも制度の適正な運用に取り組んでまいりたいと考えております岸松子君 本当にふるさと納税って恐ろしいもので、まあ、たくさん集めたら、次の年もたくさん集めるためには、やっぱりこう過度にならざるを得ないというような状況にあります。やっぱり制度の問題じゃないかなと、私は考えています。まあ、それと、先ほども言いましたが、菅元大臣に、えー、創設当時に官僚が還元していたとおりに、所得が高い人ほど税控除額が高くって、高所得者の優遇となっています。納税者にとっても 公平とは言えないのではないでしょうか。その点どうでしょうか。稲岡局長、お答え申し上げます。ふるさと先ほどもあのご答弁申し上げましたが、ふるさと納税制度における特例的な控除額は個人住民税所得割のまあ割が上限となっておりまして、一定の制限が設けられております。それからあの高所得者優遇とのまご指摘でございますけれども。 一部の地方団体が過去に過度な返礼品を提供していたことが主な要因と考えられますが、指定制度の導入以降は一定のルールの下で、各地方団体において、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいただいているものと受け止めているところでございます。 島子君なんかちょっとだけかみ合っていないような気もするんですが、高所得者がやっぱりこう上限額が同じっていうことも、ないということもあって、すごく高い商品が戻ってきていたり、なんというんですかね、公平性に欠く制度になっていると思います、本来しかも、その高所得者がきちんと高額を税収として納めていただくことによって、公共 サービスといいうののは成り立っているのになんだかそれが大益負担になっていないという問題点は指摘せざるを得ませんで。先ほどは歳出について自治体からの流出を指摘しましたが、入ってくる面でも問題があります、歳入面です。自治体に毎年度安定的なふるさと納税が入ってくるとは限りません。残念ながら一部の自治体では、ふるさと納税をあてにして予算を組んでしまっている、中長期的な予算を組んでしまっているという自治体が見受けられます。 一家制の予算増減による税収の不安定さが出てしまっているんですが、まあ、こういった実質ふるさと納税に頼ってしまって、影響が出ている実態はあるんではないでしょうか、内藤局長、えお答えを申し上げます。 ふるさと納税によります寄付金は、あくまでも個人の自発的な意思に基づく収入でございまして、形状的なものといえず、年度間の変動も大きいため、ご指摘ございましたように、あの実際の収入と予算計上額との間で大きな差が生じる場合があるわけでございます。地方団体におきましては、ふるさと納税のような形状的でない収入に過度に頼らない財政運営を行うことが適当でございますし、あるいはのふるさと納税による収入が多額に上る場合につきましては、 財政調整基金に積み立てるなど、状況に応じて年度間の変動に対応できるようにすることが必要であると考えております岸真君。子君。今回、ふるさと納税について中心的に質問させていただきました、武田大臣、質問を聞いていただいたと思いますが、ふるさと納税は地方の活力を生んでいるとか、地方の創意工夫によって資金源になっているとか、メリット面は国は前面に出していて、どんどん進めようとしていますが、一方で、 こういいった様々な問題が含んでいます決して良い面ばかりではありません、納税者としてはなるべく税金として払う金額は少なくしたいと思う人もいるでしょう。えー、大臣、最後にあのこういったふるさとめ納税制度の見直しをお願いしたいのですが、大臣のご見解をお伺いいたします武田総務大臣。まあ今あ、メリット、デメリット等、ご指摘ありましたけれども、とにかくこの税金というのは、納税者の皆さんの深いご理解をいただけるように。 しっかりとした制度整備をしていかなくてはならないと思っております。あの今後とも適当に適正に運用されるよう取り組んでまいりたいと思います。島 <laughs> 子君、あのぜひですね本当にまだまだこの複雑納税制度まだ出してない部分の問題点がありますので、まあ、引き続きやっぱり税地方の税財源。 財政をきちんと安定化させるための制度に見直しをお願いしたいのと、引き続き地方交付税を含めた地方財源の確保をお願い申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。 岡村。